ようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトバージョン 1.20.80 のアップデートがありましたので紹介いたします。ついにバージョン 1.20.80 の正式リリースが来ました。そして次回の正式リリースでついにバージョン 1.21 の大型アップデートとなります。おそらく6月の初めくらいに登場するかと思います。楽しみですね。今回のアップデートはバージョン 1.21 の実験にメイスが登場し、その他の新アイテムも登場することで宝物庫の報酬も変わります。そしてアルマジロと狼の防具が実験から外され、今回から正式リリースとなります。こちらのアップデートはスイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にも来ております。ただ午前4時時点では Windows 版はアップデートできていませんでした。動画配信時にはもしかしたらアップデートできているかもしれませんが、自分が確認した時はできなかったので少し遅れているようです。ちなみにスイッチ版はアップデートできます。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはアルマジロに関する内容で、なんとアルマジロと狼の鎧の実験がなくなりました。通常のゲームプレイで実装されるようになりました。アルマジロ系は早くも実験から外されます。アルマジロが丸まった後に繁殖クールダウンがリセットされなくなり、クモと動物グモは実験が有効になっている場合でもアルマジロを恐れるようになりました。目玉をくり抜かれないように逃げましょう。続いてオオカミに関する修正で、飼いならされたオオカミの首輪が適切に影ができるようになり、座っている時の尻尾の位置が正しく配置するようになりました。そしてオオカミの鎧が進化します。まず染色ができます。革の防具と同じように染色ができ、このようにカラフルにできます。ちゃんと統合版にも実装されましたね。なかなかのいい色です。そしてオオカミの鎧は盾として機能し、なんとオオカミに与えられたダメージのほとんどを吸収します。つまり鎧が壊れるまでオオカミ自身にダメージが入ることがなく、オオカミは無敵状態となります。かなり強くなりますね。オオカミの鎧の耐久値は64で、鎧にダメージが入ると亀裂が入るようになりました。アイアンゴーレムと同じ感じですね。鎧の耐久値が0になると壊れますが、0になる前にアルマジロの鱗を使うことで修理ができます。狼を連れて行くときは鎧を装備させて鱗も持っていくようにしましょう。そして狼の鎧に修繕や耐久力3のエンチャントをつけようとしましたが、やっぱりダメでした。まだ対応していないだけかもしれませんが、馬鎧ができないのでそれと同じならできなさそうですね。アルマジロの歩行アニメーションが高速化され、ジャバ版のペースに近づきました。同じではないようですね。近づいただけです。今回の目玉となる新機能、狼の種類が増えました。こちらは実験関係なしで追加され、バージョン 1.20.80 の新要素として登場します。狼の種類は全部で9種類となり、今まで1種類のみだったのが一気に8種類も増えます。いろんな犬種がいてモフモフし放題ですね。犬好きにはたまらないアップデートです。出現場所はそれぞれのバイオームで異なります。まず今までのデフォルトの狼ペールウルフはタイガバイオームに出現します。ただの狼ではなく、ちゃんと名前がついたようですね。ちなみに狼は群れて出現するようで、基本は4匹で出現するようです。ウッズウルフは森林バイオームに生息し、一番多く見ることになりそうな狼になるかと思います。一番見つかりやすいバイオームなので、今回からメインの狼になりそうですね。アッシェンウルフは雪のタイガバイオームに生息し、真っ白ではなく氷塊っぽさがありますね。寒い地域なのでモフモフして温まりたいですね。ブラックウルフはメガタイガバイオームに生息し、2から4匹くらいとちょっと少なく出現する時があるみたいです。黒いワンコもいいですね。バイオームもレアっぽいので探すのが大変かも。チェストナットウルフは巨大頭皮のタイガバイオームに生息し、こちらも2から4匹くらいで出現します。レアなオオカミがいてもいいですね。ちなみに右がメガタイガで左が巨大頭皮なんですが、見分けがつきづらいバイオームもありますね。このようなバイオームを見つけたら、どちらかが出てくると思ったらいいですね。近くに2種類いる可能性もありますね。ラスティウルフはまばらなジャングルバイオームに生息し、こちらも2から4匹くらいで出現します。
ジャングルにも狼がいるようですね。ただジャングルはジャングルでも木が密集しているところではなく、このようにポツポツとジャングルの木があるところに出現するようです。間違えないようにしましょう。スポッツウルフはサバンナの高原バイオームに生息し、4から8匹の大きな群れで出現します。狼というよりも習性がハイエナっぽさもありますね。ストライプウルフはメサの森にあるバイオームに生息し、こちらも4から8匹の大きな群れで出現します。しましま模様がクールです。スノーイーウルフはグローブバイオームに生息し、単独で出現する珍しい狼です。一匹狼とはかっこいいですね。以上が全9種類の狼に関する新要素です。それぞれ別々のバイオームに出現するので、今回もいろんな場所へと行くことになりそうですね。すべてコンプリートしてみたいですね。ちなみに能力は全種類今までの狼と変わりません。色違いや模様違いというだけですね。そしてフラットワールドでスポーンエッグを使うとデフォルトの狼が出現し、特定のバイオームで使うとそのバイオームの狼になります。サモンコマンドも同じようになります。もしバイオーム関係なしでいろんな狼を出したい場合は、サモンコマンドのスポーンイベントのところでセット〇〇バリアントと〇〇のところにブラックやスノーイーを入れることで特定の狼を出すことができます。皆さんもぜひやってみてください。続いてバージョン 1.21 の実験に関する内容で、新武器メイスが登場します。マイクラダンジョンズの武器が登場するとは嬉しい追加です。攻撃力は7でダイヤモンドの剣と一緒ですが、耐久値は250とダイヤモンドの剣よりもかなり低いです。ほぼ鉄の剣と一緒ですね。エンチャントは耐久力はつけることができませんでしたが、修繕はなぜかつけることができます。ただ今後メイス専用のエンチャントが登場し、まだプレビュー版には耐久力をつけることができませんが、 Java 版ではつけれるようになっているので、おそらくバージョン 1.21 の正式リリースの時には追加するかと思います。メイスの作り方は、新アイテムのブリーズロッドとヘビーコアをクラフトすることで作れます。それぞれのアイテムの入手方法は後ほど紹介いたします。作業台なしで作れるのもいいですね。そしてメイスの最大の特徴として、落下距離が長ければ長いほど追加ダメージを与えます。ターゲットとなるエンティティに向かって飛び降りて、地面に着地する前にターゲットを攻撃すると、このようにラベジャーを一撃で倒せるほどの威力を出すことができます。落下距離が長ければ長いほど大ダメージを与えるスマッシュ攻撃ができます。さらにターゲットにダメージを与えることができると、落下ダメージはなかったことにできます。どんなに高いところから落ちたとしても落下ダメージを無効化できるので、ウォーデンやエンドラさえも一撃で倒せるようになります。これはとんでもない攻撃になりますね。ただ失敗してしまうと落下ダメージがそのまま入るので、一撃で自分がやられてしまいます。ギャンブル要素の高い攻撃ですね。他にも攻撃を受けた敵の近くにいたエンティティはノックバックで飛ばされます。敵が集合していたらメイスで飛ばしてその間に逃げるといいですね。そしてウィンドチャージのノックバックで飛んで落ちる時にメイスで攻撃すれば、メイスの効果を出すことができるのですが、 Java 版とは違いオフハンドでウィンドチャージが使えないので、ウィンドチャージメイススマッシュが難しいです。これは辛いですね。そろそろオフハンドでも使えるようにしてほしい。そしてメイスを修理するときはブリーズロッドを修理素材として使いましょう。以上がメイスに関する内容です。落下距離が長ければ長いほど威力が増す武器なので、これは練習の必要がありますね。 PVP でも役に立ちそうな武器なので、いろいろと攻略方法も変わってきそうですね。そしてエリトラで飛びながら落下スピードを上げて攻撃したところ、大ダメージを与えることができ、一撃で倒すことができました。エンドラやウィザー戦の時に空中戦をやると面白いかもしれませんね。ただウィザー戦の時に気をつけないといけないのは、ネザースターを見失ってしまう可能性があります。倒した後はウィザーを追いかけるようにしましょう。その点には気をつけてください。続いてメイスの素材としてブリーズロッドが登場します。入手方法はブリーズを倒すことで1から2個手に入ります。ドロップ増加のエンチャントを入れればさらに多く手に入ります。そしてブリーズを倒してもウィンドチャージを落とさなくなりましたが、ブリーズロッドをクラフトすることでウィンドチャージ4個作れます。ただしウィンドチャージをクラフトしてもブリーズロッドに戻すことができません。
ブリーズロッドの使い道としてウィンドチャージを作るか、メイスの素材や修理の時に使いましょう。続いてもメイスの素材、ヘビーコアの登場です。メイスの素材としても使えますが、ブロックとしても設置が可能です。額縁の位置がおかしいのはバグですね。入手方法は宝物庫から手に入れることができますが、簡単には手に入りませんでした。何度か開けてやっと手に入れました。今回は6回くらいで手に入りましたが、20回やってやっと出たこともあったので、かなりのレアアイテムかと思います。メイスをたくさん作るのは大変だろうし、トライアルチャンバーをいくつか回る必要がありますね。続いてトライアルチャンバー用に旗の模様と壺の破片、防具の装飾が追加しました。まず左から旗の模様で、フローとガスターです。フローは風っぽい模様で、ガスターはブリーズですね。入手方法は宝物庫から手に入ります。こちらも手に入りにくかったですね。次に壺の破片はフロー、ガスター、スクレープです。これらは壺が置いてあった廊下にありますが、なぜか模様が外側に向いてて分かりにくいですね。ただこちらは簡単に手に入ります。そして壺の中身のアイテム無限増殖バグは未だに健在です。新しい破片が出たことで治ると思ったのですが、治りませんでした。そして防具の装飾はフローとボルトです。入手方法は宝物庫から手に入ります。防具の装飾も旗の模様同様に手に入れるのが難しそうですね。複製する場合はフローがブリーズロッドを使い、ボルトは銅ブロック、もしくは錆止め銅ブロックを使います。どちらもトライアルチャンバー関連ですね。以上がトライアルチャンバー用の新アイテムです。壺の破片と防具の装飾が増え、さらに旗のパターンも増えましたね。こういった小物が増えることも嬉しいです。次は音楽がそろそろ来るかな。そしてトライアルチャンバーの地図がついに登場しました。入手方法は製図家をレベル3、1人前にすることで取引できるようになります。かなり簡単に入手できるようになりますね。そして地図の文字っぽいところが銅の感じになって少し違いますね。そして地図を確認すると、こちらのマークがトライアルチャンバーがある場所になります。実際にマークのある場所まで向かい、その下へ行ってみると、このようにトライアルチャンバーへと到着しました。こんなに簡単に見つけられるのは嬉しいですね。今度は古代都市の地図も欲しいところですね。宝物庫から出ないかな。先ほど地図を取引した同じ人にまたトライアルチャンバーの地図を取引すると、今度は別の場所の地図をもらえます。先ほどは取引した村人から一番近いトライアルチャンバーまでの地図をもらいましたが、一度そこへ行くと2番目に近い場所を紹介してくれます。同じ人からの取引でいくつも紹介してくれるのでいいですね。このようにトライアルチャンバーを探すのが簡単になりました。宝物庫の報酬の種類が増え、ヘビーコアや鍛冶テンプレートなどがなかなか手に入りにくいので、トライアルチャンバーをたくさん探す必要がありました。地図を使って簡単に探せるので、これはありがたい追加要素ですね。続いてバージョン 1.21 の実験に関する内容で、ウィンドチャージの威力が1へと戻りました。前回が強すぎたようですね。強くても良かったのに。プレイヤーが放つウィンドチャージも同じ威力になり、視界を一時的に妨げなくなりました。目の前がウィンドチャージでいっぱいになったら困りますね。そして垂直に投げた時に十字線に対して水平方向の中心に配置されるようになりました。ここで結構重要な変更ですが、スニークをしている状態でウィンドチャージに当たると追加のノックバックを与えるようになります。つまり少しでも大きく飛ぶのであれば、スニークをした状態でジャンプをした直後に使うと、より高いところへと飛ぶことができます。アスレに革命が起きますね。とんでもない変更となります。そしてボグドのテクスチャーの変更が行われ、よりキノコが目立っているように見えますね。続いて宝物庫に関する修正や変更でテクスチャーの更新が行われました。 Java 版スナップショットでも紹介しましたが、以前は点灯する場所が上だったものが下に変わり、上の蓋と枠の部分の色が反転して分かりやすくなりました。トライアルスポナーと比べても分かりやすくなったのではないでしょうか。そして開けた時の音のピッチが Java 版に合わせて修正されました。トライアルチャンバーに調整が入り、廊下の形が調整され、さらにトライアルスポナーが頻繁に出現するようになりました。もっと難しくなってしまいましたね。
そしてこのような入り組んだ部屋も登場しました。これは迷子になりそうですね。そして宝物庫の床の部分のブロックが変わり分かりやすくなりました。宝物庫は灰色、スポナーはオレンジで分かりやすいですね。さらに宝物庫の報酬内容が変わります。まず報酬が出るときにスタックができないツールや防具などのアイテムは宝物庫1つにつき1つだけしか出ないようになり、2個以上出なくなりました。おそらくアイテムがかさばらないように配慮したのではないでしょうか。そして馬鎧と鞍が報酬からなくなりました。先ほど紹介したヘビーコアや旗の模様、鍛冶テンプレートが新たに追加され、さらにウィンドチャージも追加されました。ここに来てやっと報酬の改善が行われました。ウィンドチャージもここで手に入るようになり嬉しいですね。そしてブリーズが水に溺れないように足の位置で呼吸していたのを目の位置で呼吸するようになりました。なぜ足元で呼吸していたのか謎ですね。そして今回新たに登場したアイテムの翻訳ですが、トライアルチャンバーがチャレンジ部屋っていうのがやはり気になりますね。あとは旗模様のフローが流れになっているのが気になりますが、残りは翻訳せずそのままカタカナにしてくれたので、今回の翻訳はそれほど問題ないかと思います。続いてその他の修正で完全に成長したカカオポットが2から3個のカカオ豆をドロップしていましたが、修正され必ず3個のカカオ豆をドロップするようになります。必ずっていうのがいいですね。今までよりも多くのカカオ豆が手に入ります。これは嬉しい修正ですね。続いても採取系に関する修正で、スイートベリーの茂みを幸運3のエンチャント付きのツールで壊すと、右クリックした時の採取と同じ個数でしたが、こちらが修正され最大6個手に入るように多くなります。採取だと変わりませんが、壊すことで多く手に入るようになりました。拠点へ持っていくのであれば壊して多く取っておくといいですね。続いて飼い慣らされたモブが飼い主にテレポートした後、その他のプレイヤーの視点から見た垂直位置を修正し、馬やボートが乗降時に予期せぬ以前の場所に滑ることはなくなりました。続いて不明ブロックに関する修正で、そのワールドには対応していないブロックがある場合、このようにアップデートと土ブロックに書かれている不明ブロックがありましたが、修正され土ブロックにハテナだけになります。以前はセットブロックなのでアンノーンと入力すればバニラでも手に入っていたブロックでしたが、今現在の出し方は全てのウールなどのアドオンをワールドに追加して、そのアドオンでしか手に入らないブロックを設置します。その後にワールドを抜けてリソースパックを外した後にワールドに戻れば、不明ブロックがこのように誕生します。これがバージョン 1.20.80 以降はこのようになります。バグ修正というより仕様変更ですね。続いてバケツに関する修正で、右クリック使用ボタンを押しっぱなしで液体を置いた直後にすぐに拾えるように元に戻ります。溶岩だと違いがわかりますが、置いた直後はすぐに拾えなくなるようにしたのですが、この仕様変更は不評だったようで元に戻すようです。もともとは水バケツによる落下ダメージ無効化という方法があり、それをしやすくするために変更したのですが、評判が悪かったようで元に戻ります。メイスによる無効化も出てくるし、実際にすぐに拾える仕様の時でもこのようにうまくいっているので、元に戻っても問題なさそうですね。続いてワールドに参加しているプレイヤーがカスタム防具に装飾を追加できなかった問題の修正に、手の非表示の時にリードアイテムのレンダリングがおかしかった問題の修正、狼がターゲットに正しく飛びつくようになり、グローブバイオームでウサギの出現率が高くなりましたが、キツネの出現確率が低くなりました。ウサギが安全に過ごせるようになったように思えるけど、今度は狼が出現するので危険度は変わらないかな。トライアルチャンバーや旅路の遺跡が32ビットのアンドロイドデバイスなどで生成されなかった問題の修正に、ロック解除条件のないレシピがレシピブックに表示されない問題の修正、タッチデバイスでアイテム転送アニメーションが静的アイテムの上にレンダリングされるようになり、実際にサインインが進行中であるときにサインイン中テキストがメインメニューに表示されないことがある問題の修正がありました。チャンクの境界を越えて配置されたベッドが壊れたり見えなくなったりする問題の修正に、ゲーム内でキャラクター作成スキンに遭遇した時のフレームの途切れを軽減しました。ジャンプブリッジ時にたまにブロックが二重に配置される問題の修正に、 Xbox シリーズ本体の最大レンダリング距離が36に増加しました。
新しい死亡画面が実験要素ではなくなり、エデュケーションエディションでも利用可能になりました。自分的にもこの画面は結構好きですね。そしてコマンドに関する内容で、テルローやタイトルローを更新して入力キーグリフのレンダリングのサポートを追加しました。おてんばゆかさんの X のポストを参考にさせてもらいますが、こちらは攻撃ボタンがどのボタンで設定しているかがわかります。実際にこちらのコマンドを実行すると、このように左クリックが攻撃ボタンというのが絵文字表示でわかりますね。よかったら使ってみてください。そしてギブやリプレイスアイテムコマンドのパフォーマンスが向上し、ターゲットが存在しない場合サーバーラグが発生しなくなりました。苗木、うちわ3号、それぞれの花の種類が独自の ID へと変わりました。データ値を使わずにできるようになり、徐々に増えていってますね。最後に HUD コマンドに関する追加があり、アイテムのテキスト、ステータス効果、金色のハートの要素が追加しました。まずアイテムのテキストだけを消す場合は、 HUD、セレクター、ハイド、アイテムテキストを実行すると、アイテムを切り替えてもアイテム名が出なくなりました。ステータス効果は HUD、セレクター、ハイド、ステータスエフェクツを実行すると、右上にあったエフェクト表示がなくなります。そして金ハートの項目はないような気がします。ペルスで普通のハートと一緒に消えますが、これは前のバージョンでもできていたのでちょっと違う気がしますね。そして HUD コマンドに関する修正で、まずセレクターの部分がアットピーと一人だけしか対象にしていないのに、なぜかワールドにいる全員がコマンドの対象となってしまうバグがありますが、修正されセレクター通りの対象のみとなります。アット P なのにアット A みたいになってしまうというとんでもないバグですが、こちらが修正されます。さらに HUD を消した後にワールドを閉じて別のワールドへ行くと、 HUD が消えたままワールドに入ってしまうバグがありますが、こちらも修正され別のワールドに行ってもリセットするようになります。以前バグ報告会で紹介したものが両方修正されましたね。そしてバージョン 1.20.80 から今後のクリエイター機能の実験から外され正式にできるようになります。ただ満腹度が消えないというバグがあるんですが、これはバージョン 1.21 で修正されます。そしてレルムの新機能、レルムズストーリーズが登場しました。レルムの項目の右側の本のアイコンを選択すると、初めて参加するときはこのような画面になります。オプトインをしたいを選択することで、レルムズストーリーズができるようになります。ここではメンバーの投稿した内容が表示され、初めてメンバーが参加したことや古代都市を発見したなどのイベントも表示されます。誰がどんなことをしたというのがわかるのは嬉しいですね。タイムラインでは何日に誰がどのタイミングで入ったのかがわかり、メンバーの管理もわかりやすくなっています。タイムラインがあると荒らされた時にその時にいた人を特定できるから分かりやすくなっていいですね。レルムの管理がしやすくなったのではないでしょうか。さらにフレンド検索機能が強化されました。フレンドを追加、もしくはクロスプラットフォームでフレンドを探すを選択すると、このように新しくなります。左上には自分のゲーマータグが表示され、自分の QR コードですぐにフレンド登録ができるようになりますね。さらに右側にはおすすめのフレンドが出てきてすぐに追加ができますが、まああまりおすすめされてもね。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.20.80 のアップデート内容でした。アルマジロが早めに正式リリースし、バージョン 1.21 の実験にまた新たにメイスやトライアルチャンバー関連のアイテムの登場と、今回もたくさんの新要素が追加されましたね。さらに狼の防具に色をつけれるようになり、狼の種類まで増えました。今回は狼アップデートとなりましたね。そしてアルマジロが正式リリースしたことにより、マイクラのランチャーの読み込み中の時にアルマジロの移動シーンと新しくなりました。可愛い感じになっていいですね。そしてバグなどありましたらご報告お願いいたします。それでは良い一日を。